まあ、私、初期パンチですけどね。初期パンチ？いや、アイああ、テムそっ持ってきか。てるから、はい。そうだわ。すまんの。いいよ。余裕だ、余裕。まず任務だ。まあ、スリーアーマーだって持ってるわけだしな。スリーアーマー？ああ、そう、持ってるそうでわ。しょ？ミステリーボックス目の前やる。DMZ の頃はさ、2アーマーこ分んでばん3アーは、マーみおたいに邪なっ魔たよしね。ます。う右上はみやみ大先輩というゴッド神です。ビグボーイさんって誰ですか？え、画面逆にしようかしら。いや、俺、モダン3のマルチ、とんでもない下手くそなんですよね。じゃあ引退だわ。キルレ1が安定してないもあ、なんと言ってもあなた2日間 CP、2日間パソコン壊れてたしん。本当、マジでさ、この AMD 用のゴミマザーボード許さん。いや、なんかね、これ CPU にカバーがつかない、クーラーで直押さえつきマザーボードだね。パーインテルよ。いや、なんだけど、AMD でもちゃんと CPU にカバー取り付けられて、はい。取り付けられるやつもあるんだよ。このマザーボードがゴミ。あ、やめろお前。ドスプラアンチは許さんぞ。あ、もう2車持っ年て前く。だから、ちょっと今は進化してるかもしんな進化の程度がね、低いんじゃん。マジで。いや、多分そもそも分解することを考えられてないと思うんだよ。ああ、も BTO だしさ、そう、そういう。気になったら修理出せって、そういうスタンスだと思うよ。あ、これどうすんだったっけ？あ、そうだ、それだ。そう。あれ、何ボタンだっけ、これ。は？いや、ちげえ。あ、おいや装い備や。してなくね？してねえじゃん。装備して。このひげおやじだんだんうざくなってきたな。プライス呼べ、プライス。なんか、何あれ？レーザー撃って、なんか屋根からさ、レーザー出てる、変なのね。どこ。あれ、何あれ？あ、ここではないんだけどね。なんか、名のある兵士がね、スタンバってることが、今、スタンバってるっていうか、イモってることがあるんだよね、建物の中とか屋上で。もしかしたら、そういうモブ兵士かも。そういう、あ、ちょっと今ゾンビ倒すのに夢中だったけど、仕事しね。ちょ、装備が足りない。ドリア。あ、なあ、もう。この紫のモフモフ、画面歪んでエイム。いや、そう。モフモフでもないけどな、これ。これ撃って壊さないとダメやで。そうだったっけ？ああ、そうだよ。これでなん忘か、れてたガーわ。ドみたいのが弾けるから、それで撃って壊す。忘れてたわ。しとん。これまだ手つかずだし。仕事せ。一箇所にトロフィー置きすぎだし。2個。はい、オッケー。で、もしかしたらこの上に誰かいるかもしれないってかもし話。れん。あ、す。ん？かもしんない。じゃなくて、オレンジのレーザーが気になるってこと。オレンジのレーザー。あ、あれ？おお。あ、今、ちょ。はしごのさ、真下に投げようと思ったら、登ってきたゾンビに何をしてんのが押し込に。まれて、俺が目の前の真下に投げただけなんだけど。あ、報酬取ってなかった。あ。
これさ、報酬って多分、おのおので違うんだよね。あ、今、ツールとカバンだった。これあげる？これ使っていいよ。わお。これは、パッカーパンチなんレベルだ、これ。そう、1だね。だから、このエリアだ。1か。あ、1です。リュクサクいらん。いや、俺はいらない。じゃあ、まあ、金ためかっていうか、傭兵車両は、今んところ、いなさそう。まあ、ミリタリーベース方面目指しつつ、タスクやるか。うん。病室からこんばんは。顎がゴムで固定されて地味にホラーでグロいです。こんばんは。お疲れ様です。ゴムで固定。貴様またアーマーハゲてるぞ。ほんとだ。さすがにパソコン掃除した回やってめちゃめちゃ画面の描写が綺麗、ぬるぬる。まああのドライバーのアップデートも関係はしてるんだろうけど。絶対それもある。まあ、大事なものは掃除するんや。食えなくて泣きそう。おもゆとぐのない味噌汁しかご飯に出てこない。はあ。固形物食えないの絶対辛い。もう死んでしまう。これ何するんだっけ？ああ、起動して守るんだっけ？だっけ？とわお。よいしょ。そこじゃないんだよ。え？違うか。何ここ？あ、上かな？いや、これ。え？あ、これ、なんか、どこぞの。ちょっとだけ顔出したけど寝ます。おやすみなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。これ、どっかの建物の中のタスクにもあったの？うん。お貴様が鏡の見物してたタスクだ、これ。またしてるけど。まあ、いい報酬出てもやらんぞ。しょうがない。ダブルポイント。働いてやるよ。ダブルポイントの時だけ働きに来る。セントリーガンがな。わざわざ置くか、それ。こんな、タスクのために。いや、だって一生使わんもん。言っとくけどさ、レベル3エリア、ガチでそれ必要だと思うよ。おい、言えよ、それ。いや、貴様はまだレベル3エリアの恐ろしさを知らないからな。言ったことねえから。あの、ボスがね、次々と出てくる。あ、ボスがザコモンスターのごとく出てくる。まあ、そこまでではないけど、普通にめんどくさいレベルで出てくる。あ、だからあれ、別スクワットとかとね、行動を可能な限り共にした方がね、安全だと思う。なるほど。レベル3まで来ると、面構えのね、違う人らがね、うようふようとしてるから。なんだ、あんこ、なんだ。トゥームストーンコーラ。これさ、武器のレアリティって上げて何の意味があるんだろう。普通に火力上がってると思う。あ、そういう、あ、そうなんだ。うん、普通に火力上がってる。てか待って、俺パックアパンチ、デイリーでパックアパンチ武器じゃなくてミステリーボックスの武器で100キルがある。そうなの。一段階。ああ、じゃあどういうこと。デイリーってこっから見れないよ。いや、オプション、ポーズ開いたら左に表示される。本当だ。タックスタンス設定してたっけ？してる。しょうがねえな。引いちゃったじゃん。癖で。何これ？何だそれ？ああ、あれだ、あの、本作のマグナム枠のやつだ。ああ、リボルバー。それね、マルチで使ったんだけどね。連射が遅い。うん、あ、遅い。遅い。遅いか？まあでもキルタイムは遅そうだね。これ多分2発キルでしょかな。で、頭ワンパンだと思うんで、多分。
とりあえず早いところ1万貯めてレベル3エリアに行ってみっか。うん。の前に、まあ傭兵車両がいるもんならさ、打ち止めしたいところだけど。バウンティこの武器ゾンビに向かなすぎる。確かに。この発射できるし。楽楽だ。タックスタンスだと忘れてた。あれ？ハンドガンにタックスタンスない？ボケなすかよ、マジで。なさそうではある。え、何？違う。パーティー来て任務取られたんだけど。さ、こっち取ろう。あ、これエスコートタスク。投下地点が見えない。エーテル封じ込め車両レディ。どれだ、あれか。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。そう、このさ、この車両を守る任務さ、一人だとねぶっ壊れまくって嫌になった。そんな壊れる？これ、いや、ゾンビをさばききれなくなってさ、一人だと。あ、そう。俺この車に近寄ってきた、いや、犬をわざと車に近寄らせてその炎で殺してたよ。まあ、とにかくソロだと間に合わなくなったわ。まあ、武器にもよるんだろうけど。ああ、あ、この武器で出入りやるのは楽だ。こんばんは、初見です。嘘つくな。こんばんは。こんばんは。いや、にしても今作はね、なかなか体験版にしてはキャンペーンの内容が濃かったんだけど、そろそろ本編やりたいんだけど、いつ配信されるんだろう。いつだろうね。来年の今時期かな、もしかしたら。1年後？あの、問題なく開発してんなら来年はトレイアーク系 COD が出るんだよね。そういうことだ。ブラックオプス5か？ブラックオプス5。戦後本になる次。うん、午後になるよ。いい加減 V になりそうだけど。ああ、いいんじゃない？あれ、線増えれば増えるほどダサいだろう。かっこいいのは3本までだよ。いや、ブラックオプス4はどうなるんだじゃあ。4はダサいよ。ピース、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと。この武器はリロードが遅いんじゃ。あれ、そろそろデイリー終わったかな。あ、まだ終わってない。デイリーキルストリークキル。俺さっきセントリー置いてさ、はい、テントリー4キル しかしてないんだけど。まあ俺も働いてたからね、家の中。あ、あれはセントリー働かなすぎじゃね、さすがに。あれ、バングラーが、あれ倒したいの。こいつ超柔らかい。あ、そうなの。中ボスだから、所詮は餌か。てか、このタスクさ、内容が同じでもさ、あの、2000キャッシュ報酬の場合と3000キャッシュ報酬の場合があるんだけど、どういうこと？レベル1のエリアでも。当たりなんじゃねえ、ただ。早く25キルしちゃいたい。あ、終わった。何これ、あ、ボスみたいないるやん。どれ、マングラー。こいつガチで弱い。あ、もう一体。
まあ任務普通にお得だよね。うん、報酬も出るし金ももらえるし。ない。やり得じゃない。ジャガーノブ。ジャガーノブさん。タックスタンスができるちょっと長物の武器が欲しいんだけど。まあそれもそうなんだけど今のところ傭兵車両っぽいものも動いてないんだよな。もうちょいでパッカーパンチレベル2いけるやん。まあ、まあ、そうこれエリミネートバウンティー近いからこれ楽そうじゃね。つうか任務やらなくても多分レベル2エリア行く間に倒してるゾンビで金貯まると思うよ。貯まるか。レベル2エリア行くか。うんうん。ちょっとパッカーパンチが遠い。ちょっとどっかに壁武器売ってないかな。ちょっとあれちょっと見たい。あ、まあ、いとけ。タッカースタンスできれば何でもいい。あ、てか俺この武器もう使わんからやるか。あっ、れ。はい。LMG かよ。いや、まあ、いや。いいだろ、別に。弾幕あれ。うわ、これは。これは向かねえわ。それさ、マジで。このゾンビモードにおいて最弱とも言えそうな武器じゃねえ。こんばんは。え、こんばんは。これは向かねえわ。でもこういう武器に限って多分パンチしたらいい感じの。いやー、それはいくら羽ばたいてもダメだわ。はお前、初代ゾンビの初期ハンドガンだって8発撃たねえと、6発だったかな、6発撃たねえとゾンビ倒れねえのに、あれだって強化したら爆発だ、プレイヤー吹き飛ばすくらいの。いや、それ初期武器っていうポテンシャルを秘めてたから。初期武器ギフテッドだったから。ムーさんって買った方がいいですか。初期武器ギフテッド。ムーさんはゾンビゲーと思って買うなら、マルチとゾンビをメインでやるなら、まあ、早いよ。初心者にはおすすめはできないけど、まあ、間違いなく今ある FPS で一番クオリティは高いんじゃない。クオリティこのゲームをやってる身でいながら完全に進められない。クオリティっていうかグラフィックはいいよ。まあ、去年と同じだからね。まあそう、まあ、今年、まあ、モダン3はいわゆるボジョレー的存在になってる。毎年オールウェイズある程度の成果と基準を満たしてくれるゲーム。まあ買って損は多分しないと思います。だけどキャンペーン目的で買うのは絶対やめよう。昔のゾンビモードはバスに乗って拠点を転々とやるやつしか覚えてない。あ、トランジットね。トランジット、そう、トランジット。あれ面白かったよね。今回のゾンビ、そういう系ではない。そういう系ではないけど、まあこのゾンビはこのゾンビで面白いとは思う。早く武器強化したくね。まあタックスタンスやるなら楽でいいんじゃないのそれ。楽だけど火力足りないのにさ、100発で敵が死なに。あ、じゃあ俺の貴様からもらったリボルバーが若干の火を起こせる。あ、なんか出た。なんだあれ。火力の足りない LMC はダメなんや。それもう20ラウンドぐらいの昔のゾンビでしょ。なんかさ、そのうち限定モードでもいいからさ、そのこの世界プレイヤー30人近くリスするじゃん。30人が全員死ぬまで。ああ、じゃあ、だ。リロード一生終われねえんだけど。自己訴するもん。はい。話させろ、最後まで。LMG 使わねえよ。何が言いたかった？30人プレイヤーがさ、この世界に降り立ったとしてさ、
最後の一人になるまでっていうか、まあ、全員死ぬまでラウンド制のゾンビとかやってほしいよね、この世界で。ああ、確かに。あ、間違った。早くパンチしようぜ。したい。勝てんだわ、これ。リロード一生終われないクソ LMG がよ、もう。は？返せ。嫌だ。どっちや？めっちゃ撃ってる。プレイヤーか。ついでにここの任務受けとこう。てかさ、あのゾンビをさ吸収するタクティカル、L53 カジミールだっけ、うん、あるじゃん、この世界。あ、LT53 カジミールか。俺の画面見える？ちょっと見る暇がないよ。はい。まあとにかくこのアイテムをフィールドに投げると、あのここ、あ、ちょっと待ったもん、こういう感じ。わあ、こういう感じ。おお、もう今画面見ようとしなきゃよかったわ。画面、ゲームの画面の真ん前に出やがって、マジで。こういう感じ。これさ、あの、なんだろう、自己ソキットみたいに、まあ自己ソではないか、一度手に入れたらゲームやめてタクティカルからこの装備外さなければ毎回これ持ってゾンビいけるから、見つけたら入れとくといいかも。見つけたら早くパンチしよう。あとアーマー負け、アーマー。アーマーね、あれ拾ったからあるわ。ねえって言おうと思ったけど拾ったわ。こいつら硬いから早くパンチしないとコスパが悪い。つかもうレベル3エリアのキアまで行ってるスクワットが、あれパンチどこ下か。金稼ぐの早いね。まあ、金を稼がず行ってる説あるけどね。ああ。あれかプレイヤーいるわ。リボルバーが弱いゾンビモード派、あれかな、主人公たちがトーテムみたいなのに触れてタコみたいな化け物になるやつ、うん、なんだっけそれ。あ、これ。あ、何ここ。あれだ、レベル2エリア でさ、あの、はい、まだパッカーパンチしてない武器やろうとしたらレベル1からだろう。ああ、そうなんだ。うん。じゃあやっぱり、普通に金は稼がなきゃいけないし。そういう。あれレベル3パンチっていくらだったっけ、まあ、やったことない。1万5000円だった気がしなくもない。1万5000円とりあえずタスクやるか。ヘリの音するけど、なんか別パーティーのタスクじゃない？消えた音だけし、なんか UFO みたいに飛んでね。 UFO？ ピンさせねえな。いや俺、ああ本当だ。UFO ってかあれバルーンじゃねえの？あれバルーン、あ、バルーン違うか。バルーンレースポータルみたいじゃん。だよね。何あれ、何あれ、 UAV？分かんない。あ、これまた卵タスクか。卵かよ。え、じゃあこのカジミール一回ボックスにしまわないといけないじゃん。取らないでね。あ、取らないでねっていうか、これ置き換えた時点で消滅すんのか、悲しい。待て待て待て、なんかボスいる。あれ、あいつゾンビを傀儡にするボスや。ディサイプル。ちょっとタッカースタンス今回もういいや。キル系のデイリーはレベル1自体やった方が。で、あ、今電話来てる。電話？まあ、やり、はいはい、今気づいたけど抑制剤って拾えるんだこれ。え、
使い終わったら拾えたわ。あ、そうなの。そうみたい。俺使い捨てだと思ってた、普通に。これつまりゾンビの世界でも、うん、荒廃したウルジクスタン、ウルジクスタン SDGs 持続可能な社会いて、まあ、まあゾンビも持続可能だからな。ゾンビも持続可能だからな。つかその俺その、はい、抑制剤を拾わないでただゾンビを殺してるだけの人なんでまあ、いつもアーマーハゲてるし。いやあのアーマーすぐなくなるからケチってて、で気がついたらまた拾っていっぱい溜まってるみたいなサイクルだわ。もうラストやでこれ。働け。いやマジ何もやってねえな。おや。よし。もうやってねえよ。パートンビパックアパンチレベル1ショートカットアイテム。まあワンショートカットぐらいなら毎試合でコンスタントに手に入れておけば次の出撃が楽になるな。これゾンビに判定あるんかい。見てあるわ。あるわ。さすがにこの辺傭兵車両なんて見たことねえし、いなさそうだし、どうしよう。とりあえずタスクやるか。あ、ちょ、あれ遠いな。タスク。エスコート。でもなんか違うのおっしゃったけど、まあいいわ。これさ、両方受けられないか。待って、その同時に取ったら受けれるかもしんねえ。いや、なんかバグりそうだから、ね。いや、いいんで、どうせもともとバグりなの。いや、俺は着実にやる。偉すぎん。同時に取ってみたら気になりすぎるだろう、ね。同時に取っても取らなくても後でやることにはなるんよ。そうだけど、こっからあと1万でしょ。割と金足りとらんよ。1万、稼がねえとな。ああ任務受けれなくなってるね、一つ受けたら。えい、ごいだごい。これなんで2000なの。どっかリズム。あ、押さんとダメだった。貴重なアーマてかもう残り、あーいい、おい、これであーいい、ちょっと助けて、壊されるちゃう。なんかタックスタンスの感度キモいな。後ろたくさんいらっしゃるよ。普段の感度より高い。うわ、またへ、またいるんだけどこいつ。なんかすごいチュン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 ってくる。やばい、タックスタンス感度高すぎてエイム合わせらんねえ。勝ってこいつら。あ、インスタキル。それはナイスすぎ。おお、なんか単身のゾンビだぞ。
てかさ、これ早くしないとレベル3エリア行く頃にはもう時間切れが来ちゃうよ、うん、あと何、あと29キリもしなきゃいけない、めんどくさ。それより金だよ。金だけど金ねえんだわ。あ、その場所ずるくね。あ、ここ多分ゾンビの攻撃当たんないでしょう。あ、ちょっとなんか投げてくるやつの当たる。あ、なんか投げてくるっていうかね、そのゾンビの足が届かない場所に、ね、立ってるとね、こいつら猿だからね、うん、クソ投げてくるんだよ。小室くんに魔導してるのかね。こいつらマジでクソ投げてくるんだわ、高いところにいたら。コブロック。なんで、アメリカの法律の試験に受かったっていうエピソードしか俺も知らない。もうわからん。もう俺もそれぐらいしか知らない。もうわからん。あ、間違った。あ、間違ったな。もうなんか特に、いや、ニュース見てねえからわかんないよ。やばいよ。あいつ倒して。無理。なんでやねん。なんでやねん。うわ、早すぎ。ちょ、なんか吸収されてる、助けて。車に乗んねえから、お前そんなとこ降り、射程外だ。ああ、でも強かねえな。倒した。本当に中ボス。ていうか、この車のこの、なんだこれ、あ、アポロの先っちょみたいなとこ、それロケット発射するとこだけど。あ、ロケットか。そうだよ、このロケットの上、これワザップじゃない。あの、多分ずっとそこに立ってたら発射されるロケットとともに。あ、ちょっと宇宙行ってみるか。死ぬぞ。いや、分からんけど。どうなるのそれ。分からん、気になる。どうせある程度上空だったらさ、はい、パラシュート開けるし。あ、滑った。残念。普通に滑んのだ、ちょっと。BF2042 みたいにさ。ああ、あ、カック。なんかいいもんない？スピードコーラ、これいいもんや。これはいいもんだ。レアからわざわざコモンにダウングレードしやがったんだけど。どういうこと？アップグレードするアイテムでダウングレードしちゃったんだけど。ふざけんなよ。何をしたい？マジで何をしたい？てか、マップ見て。ダウングレードだよ、これ。何？レベル3エリア割と人おるで。金稼ぐの早っ。俺らも多分次のタスクやってゾンビも借りつつなら金貯まるんじゃね。そうかね。急がんと。火力が足りん。パンチしたんじゃない？あ、いや、あの、タックスタンス用の武器、埋まった。ノーパンチ。早く終わらせろ、そのタスク。あと26キルだよ。あと少し。5キルしか進んでない。いやあ、インスタキル出たときにやるかな。あ、もうその時だけでいいな。わざわざ普段やらなくていいよ。そうだ。やっぱゾンビモードでスピードコーラ大切だな。いや、あれはゾンビのティア1みたいな。ああ、これ制限時間あるやつ。あ、だるいやつやん、これ。しかも傭兵も出てくるやつか、これ。そう、だからだるい。だるい。しかも5個あんの、これ。3つじゃなかった。あの、死なないように気をつけてね。このエリアはね、増えるんよ。死ぬかもしれん。あの、ここでタックスタンス武器使うのやめた方がいいよ。うん、使うの、絶対使うの。
とっとと起動を。いいな、マジで。アーマーないかも。SH。アーマーもいいけど、これをさっさと起動しちゃってください。アーマーにいたら死ぬだろうがよ。倒してドロップさせるんよ。ちょっときつい。あと1分半ぐらいよ。いけるいける。ちょっと。フラグ投げてくんなマジで。あー、これでラスワン。ない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 。ファッシュたまたま横にあったんだけど。てかさ、エスコート任務よりこれやる方が効率よくね。時間は早いかも。どっちも。よっぽど楽だわ。起動するね。うん。はい。え、痛い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 。あれ？硬すぎ。なんかいいの出たかな。凍結弾薬もっと。はん。これめちゃめちゃコンスタントに。あ、待って、氷結って言った今。うん、氷結って言った。俺それ今必要な、タスクに必要なやつだ。って言っても、まあ、まずそっちと合わせないといけないから、それ持っとけばいいかも、そっちじゃ。それ、ティア3タスクに必要だから、俺もゲットしないと。そうね。なんかいる。だ。いる。あいつ今、レーザー3本ぐらい出してる。あれか。あれね、レベル3エリアでよく出てくる、かってえやつ。メガアボミネーション。あれ火星に行くか？え、倒して誰も相手してなくないあれ。え、じゃあ俺らが相手するってこと？そういうこと。あいつだってレベル3武器でも結構勝てよ。いいけどファッカーパンチまずしてないじゃん今そういう。そうだね。レベル3のファッカーパンチ。金まだちょっと足りねえな。足りん。1万、本当に1万5000。まず。ちょ、怪しいからとりあえず行くか、ここに。これ、あの、値段見てから。なんなら次目指すでもいいし。今回、もう6分しかねえし。まあ、それはそう。それはそうだけど、うわーい。いや、勝ってなんか減る気がしねえな。パッカーパンチしないと。やばすぎ。ちょっとパンチ見に行こう。そこパンチまでの道なりがね、ちょっとややこしいんよ。建物の中経由して。いくらだっけな、これ。1万5千だった気がしなくもない。1万5千です。はい、1万5千。じゃあ、あと1契約か 1.5 契約。契約あるな、ここに。待って、これもしかして、バウンティーってことは。あ、落ちちゃった。次、レベル3エリアでやる。もう時間ねえからいい。ゾンビ倒して得られるキャッシュなんてビビたるもん。クソ投げんだ、クソ野郎。あ、てか、このさ、クワッドの銃声はワンチャンボスを撃ってるわけでもなかった。野獣もしに行く。おー、落ちるんかい、ここ。待って、タスク取られたわ。こっち行こう。これエスコートじゃねえか、誰早いもん勝ち。まあいいや、エスコートでもいいからやるか。やっべこっちやべ。ないんで、そんなやばい。ボス見る。そういえばあの犬小屋あったじゃん。あったね。あれゾンビが落とす腐肉を与えると犬が仲間になるらしい。ああ、肉そういえば確かに。ちょっと待って、なんか俺も違うの見てたわ。
か？つうか待って、ここでエスコートしろっつうの、シャリ。無理くね。バカかよ。マジで言ってる。いてぇ。待って、なんかオートバグ起きてんだけど、何これ。俺もオートバグ起きてる。ちょっとこれ、ボタン押してねえじゃん、車両、そもそも。押して。何ボタンって。いや、押さんとこの車両動かんて。ほんとだ。いいてぇ。やべえ、これマジで。あー、まあねえって。アーマーならめっちゃそこに落ちて、落ちてる、落ちてるけど待って、レーザー出てる。やだ。ちょ、何このオートバグ、やめて。なんかキモいな。ちょ、俺こっちで、俺はゾンビと追っかけっこするからよろしく。これ俺の彼処理落ちしてるって。あー、これなんかガクついてんの、処理落ちか。うんうん、明らかにみんなガクガクしてんもんな。じゃあ無理だこれ、あれ、あのエスコート終わり、終わり、バイバイ。あげ。ちょっと待って。ちょっと処理、やばいやばい。具合がやばい。これ回線じゃないよね。うん、絶対回線じゃない。終わってる。いやー。あれ？あ、落ちたんじゃねこれ。これ落ちたかな？あ。あ。あ。ちょっとマジで、初期のフォールアウト64じゃなくて72だったが89みたいになってるって。76だよ。え、これ、あ。何やっとん。え、これまさか装備、あ、消えてない。あれ、消えてないっていうか、持ってるもん、初期に戻ってんだけど。え、今のゲームで手に入れても持って帰るってこれてないやん。なかったことにされてる。マジかよ。上げた武器レベルは、そのままだけど。ちょっとさ、レベル3エリア行く前にさ、その傭兵車両見つける方にちょっと重点置くか。うん。3エリアがどういう感じの場所か分かったでしょ。まあ、分かった。あの、化け物がうじゃうじゃいるの。大バカってことがよく。おバカだよ。マジバカもんだから、あの世界。バカ。傭兵車両探すか。うん。かま。かま。ちょっと待って、どうやってすんの？はい。はい。で、これを、こうして、こうして、こうすると。盛り盛りおじさんじゃん。ちょっと待って、オートバグまだ起きてね。うん、起きてる。キモいキモいキモい。キモい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 。ちょ、キモいキモい。やだ。何これ。あ、間違った。あれ、てかそっちさ、なんでブラックノワールド来てんの、うん、あ、忘れてたわ。ちょ、何このオートバグ。やめて。てかなさ、このワールドまだ若干重くね。ワールド？ああ、治った。そう。ああ、治ったね。なんだったの？あれ鳴り響くと、この世界壊れる予兆ですか？兆候ですか？あれが壊れる音か。ああ、近接パンチ、いいな。ああ。傭兵車両だよ、傭兵車両。全然見ねえけど。今マップ見るか、見た感じ、動いてる車両がそもそもないよね。あ、ちょ。タックスタンスの感度。何これ、マジで。た
高橋名人いるやん。いや、もっと早い。まあ、こんなクソノロノロなわけねえだろ。あ、消えた。あの、なんかね、左側にずっと注意マーク出てる。俺は特には出てない。あ、出てない。今、マップをちょっと拡大して見てるんだけど、うん。移動中の車両がそもそもないぞ。今。プレイヤー以外。だから、あ、いた。いた。ただ俺ちょっと今弾がね、弾が、ね、全然弾がね、今拾ったけど全部弾ね。じゃあ俺、ジャックザリッパーするから拾ってくれ。それ多分倒した瞬間に拾って。俺これ以上は拾えないはずで。車両がさ、レベル2エリアに行かないとないから取りに行くか。てか待って、これ待ってたらさ、道路沿い移動してたらあの車両と出くわすな。あ、来る。あ、タックスタンスようやく終わった。これワープあるからこれでいいかね。ワープ、はい。で、車両がこれ、トラッキングお願い。消えちゃって。そう、これ消えるんよ。どれだ、いた。妖怪乗り物だな。この道路渡ってくるはずだから。パラシュート開き忘れた。いた。あ、止まらねえ、あいつ。ナイス。運転手を殺さんからだ。それはプロゲーマー。あ、たまなくなっちゃった。バカ、誰？いや、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、じゃなんで？事故そうは、あ、いいや。ちょっともったいねえよ。待っとれ。あ、ちょ、ゾンビ湧いてきた。お待ち。貴様本当にスリーアーマー男か？もっと。で、いや、スリーアーマーなんだけど、LMG の使い勝手が悪すぎる。タスク進んだ？H7 に送信。進んでない。そう。進まないことがね、あるんよ。これも LMG じゃん。何なんだ？前もこの同じことやったけどな。でもさ、この車両さ、そのタスク内容もう一つあるじゃん。その要塞のキーカードも手に入れるって。うん。落とす車両と落とさない車両があるんよね。あ、そういう。これは落とさない車両なのかも。ああ。だから、動いている落とす車両、ある、ヘリはあるけどさ。今、フィールドで移動中の車両はいないな。なくない？ないから、とりあえずマップの右上にある要塞周辺行くか？うん。要塞から出発するの頑張ち。で、右上ってどれ？マップの右上。感染した要塞？まあ、要塞っていうか、あの、オルロフミリタリーベースって、あの、全体がその、なんだろう、特に、あの、傭兵がいる地帯だからさ、あの辺うろついてれば、車発射するんじゃねっていうか、発進するんじゃねっていう魂胆。ああ。はい。おおあ、ここレベル2。ゾンビが空に飛んでった。くす。FMG のリロード、本当にクソ。もう早く75キロ終わらせたい。本当強。てかさ、俺車に乗りながらゾンビキルあるからさ。うん。あ、待てよ、それ引き殺せばいいのか。そうだな。
86。あっ、ヒタル。あのマップ拡大してさ、移動中の車両あるか見てみて。ええと思うけどな、見るか。結構か あるあるある。どこ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 ？ん？カウント UAV だよ。なんで？なんで？拡大したらクソちっちゃくなった。いやー、なんかもう動いてたら目立つけどさ、動いてるもんねえんだもん。あった。でもカウント UAV だって。うざいな。とりあえずミリタリーベース行ってみっか。ガッ。この車両の体力は残り半分以下よ。半分以下。東方ヘリ。あれ？なんかやってんな。え？あ、あ、おし、おしゃか。おいバカ野郎。新しい車があるわ。ちょっと待って、今なんか移動中の車両が見えたような。あ、違った。乗れない乗れない乗れない。え、乗れ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 、うん、これこの車の前に乗る判定狭すぎ。いやー、動いてるもんないよ。あれカウンター UAV だな。これ3台並んでるの何これ、クソ気になるんだけど。3台？待って、それは、あ、ちょっとやべ、全部走行車両。今動いてる。じゃあそれ、いや止まってる。あ、じゃあもう誰か倒したんだね。一応3台並んで移動中のね、車両がいるんだけど、あれはね、傭兵車両じゃなかったと思うんだよね。そうなの。じゃあ何の車両って話なんだけど。まあ、駐車場探そうで、ね、この辺で。うん。てか一応発車する車両があるかどうかをマップ見つつ。おお。マジスピードコーラないとダメだ。うん。スピードコーラはあった方がいいよ。うん。LMG は特に。特にね。ああ。なんか動いてねえかな。動いてねえな。動いてねえ。普通にね、マップ全域をある程度拡大してみないと見逃すんだよね。というかさっきは確かに動いてる車両1台仕留めたわけだから、うん、今回はあの車両からカードキーがドロップしませんでしたと。じゃあ運なのかい。運かもしんないね。俺って何度か壊したし車両。てかそうだ、この前さ、偶然この辺で遊んでたっけ、ワープゾーンをね見つけたんだよね。そのワープゾーン、このフィールド内をね一瞬で、まぁ、ちょっと端から端、あれっすね。ここに向かう。ちょっと今もあんのか見てみようかな。ただ1000キャッシュかかったはず。あんまりワープの意味なさそうだけど、なんか使うんか。たまたま見つけたのがその1箇所だから、まだまだあるかもわかんない。
毎回ランダムなのかもわからんし。え？ライオットシールド入ってんだけど、コンテナの中。ライオットシールド。ゾンビのライオットシールドは強いと思う。しかも壊れないし。あ、そう、これだ。あれ？だけど、おかしいな。俺前見たとき、もっと、なんていうか、なんか文字浮かんでるじゃん、これ。浮かんでる。もっと数があったはずなんだけど、文字の。数が今、触っても何も起きない。あ、ちょ、痛い読む気むずいな。わ？ない、これ、ブーンって。動いてる車両ねえかな。なーい。ない。じゃあ？え？あ、あれ UAV か。ああ。あんなちっちゃい、ドットみてえな表示で動いてるんだ。あ、そう。紛らわしすぎでしょ、あれ。紛らわしいね。どうしようかな。あの三連車両の様子見に行ってみる。一回見に行くか。壊れてはいなさそうだから、あれ壊したら進んだことになるかもしれない。そうそうそう。もう一回車乗っていこう。あれ、なんかこのコンテナから声がする。てかそう、俺車でゾンビ引かないといけないんだ。気のせいか。乗れんかった。はい。はい。ゾンビ撃たんといてあげて、俺引かんといかんから。撃たんといてあげて。俺が手をかける。あとね、5キルか10キルぐらいで終わるはずなんだよね。お。ちょ、傭兵どもよ。傭兵かい。2アーマーぐらい買っとくかな。 FPS60 ぐらいしか出てない。まあ燃料減ってきてる。てかさ、あのトンネル内に確かワープホールだったよね。あるある。それ使う。あるあるっつったけど、今回あるないこともある。もしかして今わかんない。わかんない。あ、ガソリン切れたなくね。ないな。わっ、え、なに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 。ちょ、見えねえ。なんかどこいた？ナイファーいたわ。また H7 に送信？これさ、H7 に送信って今出たんだけど、多分ここいつか、ま、固定でやらなきゃいけない場所だわ。そのさ、最初にH7 に送信ってな、時々出るんだけど意味がわからない。いや、多分何個かやるとどっかが解除される的なやつなんだろうけど、わかんねえ。電動ドリル650キャッシュなんだ。電動ドリル。つか、ここ何？え、ここ何？上に上がれる、これ。え、何ここ。ただのトンネルか。ただのトンネル。マジでただのトンネルじゃねえこれ。カマ入ってるし、ほんと。今移動中の車両はプレイヤーだけだね。はい。産んだのかな、このティア2タスクは。めんどいな。
面倒いよ普通に。あれも UAV だし。これだ。まだパッカパンチしてしてねえっていうか金を稼いでいいんだよ。うん、そうだね。あのタスクのために車両探してる。車両ねえんだわ。今どこ行ってんだ。え、今あの車両を目指してる。ああ、え、三台並んでんの。これ？あれ？そっちにもあんの？うん、なんか二箇所あるんだけど。こっちも見に行こうじゃ。うん、ふん。ちょっと待って、俺ショップあったから2アーマーぐらい買っていくわ。うん、ふん。マジでレベル2ならパッカーパンチ1ぐらいしていいけど、そっちはパッカーパンチしてんだっけ？あの、鎌ね、一応。ああ。2000円すんのかよ。買えねえ。ギリ買えねえ。ちょっとワンゾンビくらい買って、25キャッシュ。エーテルエキストラクター。ワンゾンビ？このビビたるキャッシュぐらいワンゾンビさえいれば。じゃ、こういう時に限ってワンゾンビすらいねえ。ワンゾンビ。この音なんだ？あ、傭兵コンテナか。あ、ネックレス20円。え、足りない、まだ。5円か、足りない。5円。ちょ、なんでここゾンビいねえの？あ、ゾンビの声。いたよし、オッケー。なんか UFO みたいな。だいたいカウンター UAV じゃね。ミニマップに映ってんだけど。てかさ、近接プレイヤーが近接強えな。強いよね。ダメージは食らいやすいけども。ちょっと俺ここで紫の弾撃って遊んでるわ。ショップがうまく触れねえ。なんだこれ。質、あー、まあ、はい。三連車両見に行こうぜ。まず片方。うん。これか。当たらん。やべ、やめよう。あ、75体キル完了。で、乗り物に乗ってる間のキルタスク、あと1キルだったんだけど。わ、ほんと。アクアパンチしねえとレベル2アーマー、レベル2のゾンビすら解けないな。行って、あ、死んだわ。何しん、助けて。何をしん。待って、こいつら、あ、切れる。うん、先に倒した方がいいと思うよ。火力足りねえ。待って、俺も半分いってる。ね、んなこと言われても。IQ200 プレイング。ちょ、死ぬよ、死ぬよ、死ぬよ。違う、お前が死ぬ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 。マジで言ってる？自己ソワール。早い。ちょ、逃げてこい。うん、決めた。ちょ、あの、3アーマーなんだから勘弁してや、そっちは。なごと言われてもね、これゾンビに殴られたらアーマー 1.5 ぐらい減るもん。キモすぎ、火力足りなすぎ。武器 LMG だから勘弁しても、サブはまともだけど。
ちらドブス、そっちに向かうターミナスアウトカムの車両を死にした。あ、ターミナスアウトか。あ、え、いや、移動中の車両なんて映ってないぞ今。宇宙、うん、でワンチャン見てれば映るかも。いや、それともあの車両が移動中だと言い張るなら撃って壊すけど、あれを壊せばいい、そういうことになるけど。あれ傭兵、何あれ、どうしたの、あれ傭兵が、なんか傭兵の木、あれ傭兵がスタックしてんだけど、めっちゃ、あ、そういうことじゃあ多分あれ壊したら傭兵のなってくるんじゃない、なのかな。お、任せろ、もうリロードできんマジであ、インスタ、あ、インスタ、じゃちょっと今のうちにあのスタック傭兵お釈迦にするっていうか、撃ってくるよな、そりゃ。そんなさそっか、傭兵にインスタは聞かないよな、あいつらヒューマンだよなんだこいつら、すでに死んでんじゃなくてスタックしてたのかよマジであれ壊せば良さそうじゃん。しかもキーカード落としてるし、落としてるし、よし、勝てんじゃんおめえら。今以上の好機はないってそれはそう、うん、それはそうだな。キーカードのタスク進んだ、ちょっと、ちげえちげえちげえ、進んだ。いや、壊せばいいんだよ、1台ぐらい壊せばいいと思う。あ、燃えてるわ、うん、行ってよ、くそ、進まない。じゃあ全部破壊しないとダメかもね。進まない、全部破壊しろ、マジで全部かこれ。進まない、これまだ生きてるよ、これ、まだ生きてる、当たり判定があるのは生きてんじゃないの。嘘だ、壊しきってないってこと、壊しきってないっていうか、もしくは荷台にサプライが乗ってたからとか。あ、待って、いいもの拾ったわ。何、はい、ウェーイ激アツ、これで完全に、あ、いってあ、こっち、あ、おお、どう、絵を進まないけど。じゃあさ、やっぱなんかね、それバグあるんだよね、車両破壊だけ。ああ、俺も最初その、うん、傭兵のキーカード手に入れる方だけ先に終わってしまったから。まあそうなんだ。そうなんだよね、理由はよくわからない。となると、もう片方のやつ、うん、まああれも確実に傭兵だよね、もう、ほぼ傭兵だと思うなんならスタック傭兵だと思う。うん、スタック傭兵、スタック傭兵、都合が良すぎるな。ジャンプできる、これジャンプできるじゃん、登れんのか。でや、すぐパラシュート開く。どっちだこれ、あれ、あっちか。
でもこれ場所悪くね、この辺に行けばいいと思う。ああそっか、なんかちょっと待って、なんかラやばい、ラララ、ちょっとまずいかもしれん、ちょっとまずいかもしれん。危ないぞ危ないぞ危ないぞあ、終わった。え、あ、終わった、終わった、処理破壊、うん、終わった。なんで壊してなくね謎だわ。聞いて。ちも車乗って帰るか。乗って。あ、傭兵車両の荷台に乗っかってたんだ。ああ、そうそうそう。あ、てか俺これでバンキルしないと。はい。はい。ランダムパークで手に入れたのがスピードコーラだ。いいやん。ああ。快適。帰るか。スピードコーラのアーマーも最強だし。まあ、まあまあそうだ。次凍結モッドだもん。凍結ねえんだよな、俺。その凍結連成できない？連成できないっていうか、さっきの凍結モッドも消えてるよ。あ、そうだったわ。売り物じゃないもんな、それ。まあね。となると、もうひたすら任務やって。あ、別派が。まあ俺ら帰るだけだから。幅寄せしたろ。幅寄せしたろ。じゃあ何車動かしてんだ。俺はアンチから撃ちたいだけ。出たよ。帰ろうぜ。ちょ、登れ、登れ。この人たちも、ちょ、登れ。た。よし。私ね、今日ね、ドライアイすぎて全然目を開けてられないんだよね。終わりしますか。はい。お疲れさんです。お疲れ。